こんにちは。こんにちは。シリーズデジタル認識技術が世界を変える、じゃじゃーん、第9弾、宇宙空間の外がメイン舞台になる時代、じゃじゃーん。はい、前回はもう宇宙に対するイメージが破壊される5分間でしたけれども、じゃじゃーん、じゃじゃーん。本当にじゃじゃーんっていう感じでしたね。私は撮影終わってからとんでもない話を聞いちゃったなっていうことで、とんでもない話だよね。とんでもない話でしたね、うん、宇宙が一体何なのかっていう、ね、地上に誰もね、はい、ディファインできなかった、その宇宙は何なのかをディファインできてしまった、うん、はい、じゃあですね先生、さらに今日はなぜ宇宙空間の人がメイン舞台になると言い切れるのか、うん、それを伺っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、この渦の外がメイン舞台って言ってることは、渦の外が今ここ、ね、一番近いところに、一番近いところが一番速いスピードなんです。それが心のスピード、絶対スピードです。絶対スピード、うん、絶対世界はそう、一番速いスピード、それより遅いスピードがそれがね、相対世界の、うん、スピードの違いなんですね。そうです、スピードね、うん、だから一番速いスピードが絶対スピードね、絶対世界、絶対世界、そう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 、うん、それが同速運動ね、同速運動はい、それが絶対基準なの、うん、それから自らスピードを落としていくの、うん、相対世界が生まれていくの、でスピード競争がなってるんだけど、パッと見てね、うん、だから宇宙自体はただね、感覚の結果物、はい、観点の結果物、感覚の結果物、言語の結果物だよって言ったんだよね。今の時代はこの集合知識概念ね、概念がとんでもないね、うん、クリエイティブがバンバン生まれて、今チャット GPT もね、大活躍するでしょ。はい、うん、そのように中央知識、存在が動く、そのこと自体が実はだから全部、うん、事実だと思ったけど、実はフェイクだったんだ。え、それがフェイクだった。そうそうそう、存在自体がそうでしょ、感覚の中、観点の中、言語の中の話だ。確かにそうですよね、そうそうそう、感覚が変われば、そうそうそう、その存在は変わっちゃうっていうんですよね、うん、そうそうそう、全て情報知識がかなり、ね、過剰になっていく中で、何が事実なのかフェイクなのかも分からない時代にどんどん突入していく、うん、だからもう本当の真実とは何なのかって、そのことをね、知ってる世界をゼロ化させる者がいないと、知ってる世界がね、もうどんどんスピードよく、ね、新しい、ね、知識技術がバンバン生まれてくる、賞味期限がどんどん短くなってくる、知識と技術が情報の賞味期限、そうそうそう、情報知識の生産スピードが速くなってるから、うん、だから本当に知ってる世界から自由にならないと、新しい世界をバンバン見れることもね、大変、うん、確かに、そうだから自分の観点の中、感覚の中、ね、言語の中に行って、そこのアレンジする世界自体にかなりもうパンパン状態になってる、うん、だからもう脳がパンパン状態になってる、脳が疲れてる時代、そうですね、うん、だから脳がかなりの疲れてるから、寝ても疲れが取れない、うん、寝ても疲れが取れない、カラオケ行っても疲れが取れない、そんな状態だから、本当に知ってる世界からいかにこう自由になるか、そのことがすごく大事で、消し込む機能が必要なんだよね、うん、消し込む機能、だからビルをいっぱい建てたって思ってください、はい、東京でビルめちゃめちゃあるよね、おあります、今ビルを三日でビル自体を今東京に建てるビルを2倍になる3日で2倍ビル建てちゃう、だったら1年間やったらどうなりますか、すごいですね、2倍の2倍だと4倍の2倍だったら何回するんですか、とんでもないビルのパンパン、東京パンパン、もうビル建てる場所がいない、
なるでしょ。なりますね。おう、そんな状態が今ね、私たちの情報知識の世界。だからそれを消すことができること、うん、だから観点の外、感覚の外、言語の外、ウーズの外がすごい大事な概念になってる。なるほど、うん、だから知ってることがね、原因になって実は前奏するの、うん、A が正しい、B が正しい、C が正しいって、いろんな観点の違いをなんかクリアする方法がないまんまで超どっちが続いてるから、うん、だから観点の外が当たり前、感覚の外が当たり前、言語の外が当たり前、これをデジタル言語化してデジタル認識技術って言ってます。いい技術でしょ。なるほど、ありがとうございます、はい、絶対に今の時代には必要ということですね。この情報過剰時代に誰もがこの技術が必要というデジタル認識技術、はい、次回はですね、先生、じゃあ誰もがその宇宙の外に遊びに行けるようになるために何が必要なのか伺っていきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。